はい、お疲れ様です。ついさっきです、お仕事を終えて、イージアスイースの大台バージョン4.00にバージョンアップしてリリースをしました。今回の目玉は並列機能の充実ですね。マルチプロセス、マルチスレッドも、まずまず課題を解決して、そこそこ、まともに動くようになってきたしということで、いよいよ大台の4.0です。思い起こすと1年ぐらい前かな、3.0を出した後、一応完全にこれで動くはずなんだけども、何か物足りないねと思った時に、並列ですよね。今世の中はマルチコアでどんどんCPU が進化しているにもかかわらず、これを生かさないという手はないし、それからすでにね、伊藤先生とかいろんな方々が、先輩リスパーさんたちがいろいろと挑戦してる資料なんかもあるもんですから、その辺を参考にして、私だったらこんなにやるっていうふうなことを、チャット GPT と相談しながら、あれやこれやと、1年ぐらいやってきました。それなりに充実してたなと思います。まあとにかくチャレンジだなと思ってまして、まあやるといろいろと批判も浴びるし、まあ、失敗もあるし、あるんだけども、何もやらないで人生終わるよりはずっといいと思ってましてね。いや、そんなもんはもうとっくの昔に誰か解決する問題だとか、今更とかっていうのは簡単なんですけれども、それで、じゃあ、それで終わっちゃったらなんか悔しいじゃないですか。やっぱりアタックしてね、自分なりにこう自分の方法で、精一杯やってみて、こんなところまでできたぞみたいなところがあった方が、やっぱ人生楽しいんじゃないかなと思いますね。やってみるとそれなりになんとかなる分もありますしね。女性もあれですよ、素敵な女性だなと思ったら、もう迷わずアタックですよ。最近の私も図々しくなって。だって行動しなかったら一生悔やまれるじゃないですか。やっぱり素敵だなと思ったら、まあ若い時ですよ、20代の頃とかで、やっぱり10代の頃って素敵だなと思ったら、とりあえず振られてもいいし、断られてもいいのでアタックしてみるっていうのがないと、やっぱしね、後でなんでって後悔するだろうし、まあ100人口説けば2人や3人は 必ず OK になると経験的に思います。若い時を振り返ると、それをやらないでいるとなんかすごくもったいないなって思うし、まあいろんなことが挑戦だななんて思ってやってます。まあやれば失敗もあるけれど、そんなに見えてる場合じゃない、批判も浴びるけど批判上等って感じですね。やりました、4.0です。はい、じゃあ。